別な一日。その日はなぜか街中がカラフルに飾られていました。何かあるのかな。チューリーは初めての招待状を持ってワクワクしながら歩いていきます。あれ、そういえば街の人が誰もいません。みんなはどこに行ってしまったの。街のみんなが集まっていました。今日はチューリーが生まれた特別な日なんだよ。みんなのおめでとうであふれ、素敵な一日になりました。Yeah!
そのポシェットどうしたの？これはね、ずっとルーナからのプレゼントかな。わあ、かわいいね。そうでしょ？一番のお気に入りだよ。そうだ、チュエリー。ルークとルーナのバースデーパーティーの時に踊ったダンスをしてみない？二人ともとっても喜んでくれたの。わあ、楽しそう。オッケー、じゃあ早速始めましょう。まずはチーム分け。真ん中からこっちのみんなは A チームだよ。よろしく。それじゃあ真ん中からこっちのみんな、みんなは B チームだよ。よろしくね。これからチームごとに分かれてダンスの練習をしていきます。 B チームのみんなは少し待っていてね。じゃあ葵ちゃん、座っているみんなのお手本よろしく。なほちゃんは遠くにいるみんなに見えるように大きく踊ってね。準備はいい？ OK！ A チームのみんな、準備はいいですか？はーい！あれ？もう一回、準備はいいですか？はーい！じゃあ次、じゃあ始めましょう。まずは手を大きく開いて、お尻、ぐるぐるして、フラッグ、反対に開いて、お尻、ぐるぐるして、フラッグ、今度は両手を2回横に振ったら、チューリーに向かってキラキラなのをプレゼント。最後に両手でチューリップを作ったらクラップを3回。1、2、3。 OK、 この振り付けも繰り返したよ。じゃあ A チームのみんな一旦休憩、 B チームあんたよろしく。はい、それじゃあ B チームのみんなも行くよ。カリーちゃんはここに座って、座ってるみんなのお手本よろしくね。さやかちゃんはここで遠くのみんなのお手本よろしくね。チューリー、次は B チームで一緒に踊るよ。いってらっしゃい。行こう。 B チームのみんな待たせ。それじゃあ行くよ。まず手を上にパーパー、ギュッと握ってきたら2回バックバック。次は反対の手からパーパー、ギュッと握ってきて2回バックバック。ここまで大丈夫かな？チューリーも大丈夫？ OK！ それじゃあ続き、肩を2回トントンと叩いたら、膝を1回叩いて、チューリーに向かってキラキラ。最後はチューリップのお花を作って手拍子を3回。 1、2、3。 これだけだよ。みんな覚えられたかな？赤ちゃん、 B チームもバッチリ。 OK！ じゃあ A チームのみんな、今度はスピードを上げて開いて口、くるくると、両手を振ってキラキラ。チューリップ、一、二、三。オッケー、じゃあ B チームもやってみよう。 B チームのみんなもやってみるよ。1、2、3、はい、上上キュー。